おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は金曜日なのでね、こはる日和まとめですよ。あのね、後ろに見えてますか？今回のね、冬コミ、コミックマーケット97向けに書いていた漫画の、ページを切り出したのは、後ろにちょっと貼ってみました。ちょっとね、私としては恥ずかしい単語とかもあって、ちょっとセンシティブな内容なのかなとも思うんですけれども、この後に関しては、皆さんでご自由にご想像ください、みたいな内容になっています。あのね、私最近ね、インプットが全然できてなくって、今アニメ全然見てないですし、漫画もその、去年以前から買っていたものの新作が出たら、それを買うくらいで、新しく買いたくとかは全然してないんですよ。で、さすがにちょっとね、この、アウトプットをする人間としてね、インプットが全く、ま、と言っていいほどないのはちょっとどうかなって思い始めていて、ちょっとね、D アニメストアさんか、ネットフリックスさん、両方ともやめちゃっていたんですけれども、なんかその、どっちかに入ってね、映画なりアニメなりね、なんかいっぱい見る機会を作ろうかなと思っています。なのでね、皆さんの方でもしおすすめのアニメとかね、映画とか、あったら、教えてくださると、ネットフリックスとか、あと、D アニメストアさんで見られるやつがいいですね。アマゾンプライムにはもう今でも入ってるので、アマプラで見られるものでもいいので、なんか皆さんもしおすすめがあったらね、アマプラで見られるこれがいいよとか、ネットフリックスで見られるこれがいいよとか、Dアニメストアさんで見られるこれがいいよとかね、どんどんぜひ教えてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは今週の VTR、行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は12月14日土曜日です。12月14日といえば、1989年の12月14日に、アーケード用、ゲームセンターのゲームでね、ファイナルファイトが稼働開始しました。ファイナルファイトはね、ベルトスクロール型って呼ばれている、ちょっと斜め上から見た感じの横スクロールのアクションゲームで、このファイナルファイトが、そのベルトアクションゲームの大ブームを巻き起こすんですけれども、主人公はね、コーディっていう、マーシャル扱いか、ハガーっていうすごい巨漢の お兄さんか、ガイっていう忍者の3人の中から、どれか1人好きなキャラを選んでスタートするんですけれども、コーディの恋人であって、ハガーの娘であるジェシカさんが、悪の組織にさらわれちゃうんですね。で、それを助けるとともに、その悪の組織を壊滅するために、主人公たちが頑張るって話なんですけれども、コーディがバランス型で、ハガーがパワー型で、ダイがスピード型っていう風にキャラが分けられているんですけれども、どのキャラをやってもその、このキャラだったら楽にクリアできるよとかってことはあんまりなくって、性能はすごい違うのに、バランスが取れてるから、難易度的なあんまり差は発生しなくって、どのキャラでも使いたいキャラを使って楽しめるね、良作でありました。基本的な操作は2ボタンなんですけれども、攻撃ボタンを押すと攻撃が出るんですね。で、敵に当たってる時にボタンを何でも押すと、初めパンチ出るんですけれども、それがなんか、いろんな技に変化してったりとかして、コーディだったらパンチパンチ、ボディーブロー、アッパーっていう感じで、なんか変わっていったりするんですね。なんかね、ファイナルファイトは、ストリートファイターって、その頃まだストリートファイター2は出てなくて、ストリートファイター初代は出た後だったんですけれども、ストリートファイターみたいなゲームをまた作ってほしいって話が、カプコン USA の社員さんから上がって、で、じゃあ作ろうっていうんで作ったのは、なぜかファイナルファイトだったっていうね。そのファイナルファイトなので、初めはね、ストリートファイター89っていうタイトルで、このファイナルファイト初めは出ようとしてたんですけれども、なんか、プレイした人とか見た人とかが、みんなこれ全然ストリートファイターじゃないじゃんって言ったので、ファイナルファイトっていう名前に変えられたっていう経緯があります。ファイナルファイト今ではいろんなゲーム機で遊べるので、遊んでみてくださいね。それでは今日も一日ルールと、行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は12月15日日曜日です。12月15日といえば、1989年の12月15日に、ファミリーコンピュータ用ソフト、スイートホームが発売されました。スイートホームってね、その1989年に公開された映画があるんですよ。で、その映画をゲーム化したものなんですけれども、ちょっとね、映画がね、監督と配給会社の間で、権利関係のトラブルがあったらしくって、結果として DVD 化はされていないんですよ。で、なので今例えば Hulu とか、Netflix とかに入って、スイートホームないかなって探してみても、全然ないんですよ。なので、ちょっと今となったら見るのが難しい作品なんですけれども、どんな映画かっていうと、その、マミヤっていうお屋敷があってね、そこに住んでいる夫婦がいるんですけれども、その奥さんがね、子供を出産したんですよ。で、その子供を誤って消費袋で焼き殺してしまって、奥
奥さんはちょっと気がおかしくなっちゃうんですね。で、近所の子供をさらってきて、次々と消費袋で焼くっていうなんか凄惨な事件を起こすんですよ。で、最終的に奥さんは自殺したんですね。それの霊が、そのお屋敷に残っていて、その供養塔とかが建てられるんですけれども、そこの屋敷を、なんかテレビ、なんか映画かなんかの撮影で使いたかったスタッフたちが、その勝手にズカズカと上がり込んじゃってね。で、供養塔を蹴り倒したんですよ。それが原因で、その静まっていた間宮夫人の霊が出てきて、怖いことになるよって話したんですけれども、そのね、ゲームのスイートホームは RPG なんですけれども、5人人がいてね、で、それを大体の人は 3対2のグループに分けて、別々に行動していくゲームなんですけれども、人が死ぬとね、もう生き返らないんですよ、その人は。人が一人死んじゃうとね、やっぱり人手が足りなくなるので、どんどん苦しい戦いにはなっていくんですけれども、うまくすれば、生き残り一人でもクリアできるようなゲームだったので、バランスが大変によろしくて、カプコンさんが作っているので、後のね、ホラーゲーム全体に影響が出たと言われていることがありました。そもそも映画が権利関係で揉めているので、当然バーチャルコンソールとかでも出ていなくって、ちょっと今からプレイするのは難しいかなって思うゲームなんですけれども、もしプレイできる機会があったらぜひプレイしてみてくださいね。それでは今日も一日ルールと行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は12月16日月曜日です。12月16日といえば、1986年の12月16日に、ファミリーコンピュータ用ソフト、メトロクロスが発売されました。メトロクロスはね、ナムコさんが作った名作で、ストーリー的には、なんか謎の施設から脱出する男の人の話なんですけれども、それぐらいなんですよ、ストーリー的なものって。で、ゲームとしては、左側から右に向かって、男が走るんですね。で、走ってくる途中に障害物があるので、障害物をジャンプで避けながら進んでいって、右の方にあるゴールにたどり着いたらクリアっていうだけのゲームなんですよ。で、制限時間があって、制限時間に間に合わないと、タイムアップでゲームオーバーになっちゃうんですね。で、このゲームはね、すごいシンプルな作りなんですよ。その上下左右に動くのと、ジャンプくらいしかすることがないんですね。で、仕掛けが、ハードルとか、空き缶とか、あとジャンプ台とかの仕掛けがあって、それらをうまく駆使しながら、なるべく早くゴールに取り付くだけのストイックなゲームで、プレイステーションのナムコミュージアムにメトロクロスが入っていたので、私ね、メトロクロスのためにプレステのナムコミュージアム買ったんですよ。私は32ステージ全部クリアして、32ステージクリアするとまた1面から始まるので、割そこまででやめちゃってるんですけれども、なんか本当はね、2周目の何ステージまでとか行くと、理論的にクリアが不可能になるとかって話があって、私はね、あんまりそこまではやっていません。とにかくナムコのね、その名前、お名前をどう忘れちゃった。ナムコのその当時のマッピーとかの音楽をやってらっしゃる方が、メトロクロスの音楽も手掛けてらっしゃるんですけれども、すごい軽快かつ、なんか、いい感じのメロディで、タッタラッタラッタン、タッタラッタラッタン、タランタ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 ン、タッタラッタラーって、なんかね、その、とにかくいいゲームなので、皆さんぜひプレイされてみてください。今でもナムコミュージアムとかで遊べるはずです。それでは今日も一日ルールと、行ってみましょうね。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は、12月17日、火曜日です。12月17日といえば、1987年の12月17日に、ファミリーコンピュータ用ソフト、ロックマンが発売されました。ロックマンはね、今にまでシリーズが続いているロックマンシリーズの記念すべき第1作目ですけれども、当時からそのゲーム性に関してはすごいよく完成していたんですよ。アクションの基本的な作り、B ボタンでロックバスターを打てて、A ボタンでジャンプして、敵のボスが6体いるんですけれども、その6体の中から好きなボスを1人選んで、そのステージから攻略していくんですね。で、そこでボスを倒すと、そのボスの使っていた技に似てる特殊攻撃を使うことができるっていうのも、当時からもうすでにできていました。で、初めにね、6ステージが表示されて、自分が行きたいステージを選ぶんですよ。はじめは比較的弱いボスを選んで、特殊武器を手に入れて、その特殊武器が弱点のボスを次に行ってっていう風にしていくと、攻略が比較的容易だったんですけれども、でも、もちろんそれは縛りを入れて、はじめから強いボスにそのロックバスターだけで挑んでいくのも、もちろん可能でした。で、ロックマン1はね、すっごい難易度が高くって、そのね、私、その当時ロックマン持ってなくってね、友達にやらせてもらってたくらいしかやってないんですけれども、ロックマン1では、後のシリーズに登場するイーカンって
好きなタイミングで体力を全開させることができるアイテムがあるんですけれども、それがまだなかったんですよ。で、コンティニューも、特に最後のワイリーステージなんかではね、ボスラッシュがあるんですけれども、ボスラッシュの途中で死んじゃうと、その一番初めからやり直しになったんですよ。そういうこともあって、すごい難しいゲームでした。で、今ではね、その、バーチャル、各種バーチャルコンソール、Wii、Wii U、3DS のバーチャルコンソールで出ているほか、新版とかも出ているので、そちらで遊ぶと、途中でセーブできたりとかするので、比較的簡単に攻略できるんじゃないかなと思います。もしね、やったことないよって方がいらっしゃったら、プレイされてみてくださいね。それでは今日も一日ルールと、行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は、12月18日、水曜日です。12月18日といえば、1991年の12月18日に、スーパーファミコン用ソフト、レミングスが発売されました。レミングスは、もともとはパソコン用で出ていたパズルゲームなんですけれども、基本的なルールは、横視点のゲームでね、ゲームを開始すると、スタート地点って呼ばれる場所から、レミングスっていう生物がポコポコ出てくるんですよ。で、ほっとくとレミングスは、落っこちて、まっすぐ進み始めるんですね。で、障害物にぶつかったり、ストッパーの人がいない限りは、まっすぐ歩き続けて、いずれはなんかその落っこちたりとかして死ぬんですよ。で、レミングスはほとんどどんどん死んでいくので、そこに指令を与えなきゃいけないんですね。例えば横に穴を掘るとか、階段を作るとかっていった指令があって、その回数制限のある、その8種類の動作を使って、レミングスをゴールまで導くっていうゲームでした。ゴールに、その、規定のパーセンテージが設定されていて、スタート地点から出てきたレミングスのうち、そのパーセンテージに当たる分をゴールに運び入れれば、そのステージはクリアっていうゲームでした。例えばね、ストッパーっていうのがあるんですよ。それを使うと、歩いていたレミングスが、パッて溜まって、両手を左右に突き出すんですね。で、そうなると、他のレミングスは、そこに行くと、Uターンして歩くようになるんですね。一度ストッパーになったレミングスは、足元を掘ってあげると、一応もう一回動くことができるんですけども、基本的にはもう二度と普通のレミングスには戻れなくて、ボマーっていうね、使うと、レミングスの頭に、5秒かなんかの表示が出て、レミングスは自爆するんですよ。画面内にレミングスがまだ残っていると、規定のパーセンテージをゴールに入れてもクリアした扱いにならないので、残ったストッパーとかに使ったレミングスは、もう爆発させるしかないんですね。ちょっと儚い感じですね。今どっから遊べないかなって思ったら、マイクロソフトストアさんでね、レミングスあるっぽいんですよね。なのでね、ぜひ皆さんこれは、遊ばれてみてください。今日も一日ゆるゆると行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は、12月19日、木曜日です。12月19日といえば、2002年の12月19日に、プレイステーション通用ソフト、トマック・セイブ・ザ・アース・ラブ・ストーリーが発売されました。トマックはね、育成シミュレーションゲームみたいな感じのゲームで、その、女の人の生首が、植木鉢に置いてあるっていう絵柄を見たことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ストーリー的な側面で話をするとね、なんか神様の間で話し合いが行われていて、人間はその愛と言っても、なんかその肉欲的なものばっかり見てしまうから、なんか良くないって話が出てくるんですよ。で、こんな人間たちは良くないから滅ぼしちゃおうって話が出るんですけれども、愛の神であるトマックは、人間がね、その体がなくても人間は私を愛してくれますよって話をして、その生首の姿で地上に現れて、人間の男の人と恋ができるかどうかって話をするんですね。っていう設定がすごくて、その植木鉢に生首が置いてあるってインパクトが強かったので、そもそもの話で言えば、韓国で発売されていた Windows 用のゲームだったんですけれども、日本のとあるニュース系サイトの人がそれを話題にしたときに、その絵面がすごいインパクトが強くて、話題になって、韓国語、ハングル読めないけれども、ちょっと買ってみようって人が結構現れたんですよ。で、日本で話題になったので、それを日本にローカライズして売り出したのが、このプレイステーション2版なんですね。で、ただね、プレイステーション2版が出る頃にはね、もう話題が盛り上がったのも一段落していて、そんなになんかそのね、ブームというか、は起きませんでした。で、肝心のゲーム自体は、そんなに対して、すごい、なんていうの?オーソドックスな育成系シミュレーションゲームで、女の子っていうかその生首のね、機嫌を取ったりとか、3年間無事に育て上げたら、なんかその愛情度によってエンディングが変化するっていうシステムでした。奇抜なゲームを期待してやると、なんか、肩透かしかもしれないんですけれども、ぜひ遊んでみてくださいね。
それでは今日も一日ルールと行ってみましょう。おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は12月20日金曜日です。12月20日といえば、1991年の12月20日に、スーパーファミコン用ソフト、ダンジョンマスターが発売されました。ダンジョンマスターはね、もともとはパソコン用として出たゲームなんですけれども、3D ダンジョン探索型 RPG なんですよ。なんですけれども、ウィザードリーとかと違って、その最大の特徴は、そのリアルタイムっていうところにあって、そのね、メニューを開いたりとかさ、一時停止はできないんですよ。自分がダンジョンの中にいると、敵は、そのリアルタイムで動き回ってるし、罠とかもリアルタイムで動いてるんですよ。で、魔法とかの仕組みもね、6つの、なんか魔法のシンボルみたいなのがあって、それを選んでいくことによって、その 6×6×6 の組み合わせ、216通りですか?の中に、この意味のある組み合わせがあって、例えば、フルっていう呪文記号は、火を意味してるんですね。で、単体で使うと、周りが明るくなるんですけれども、フルイルっていう風にして、イルは冬を意味するんですけれども、炎と冬をくっつけて使うと、ファイアーボールって火の玉を飛ばす魔法が使えたりするんですよ。で、そういう仕組みとかもすごいよくできたし、なんかね、すごい今遊んでみてもね、面白いゲームなんですよね。ちょっとネタバレここからしますけれどね、炎の杖っていうのを取りに行くのが目的なんですよ。で、秩序の神様に言われて、炎の杖を取りに行くんですけれども、その冒険の過程でね、秩序一辺倒の状況が果たして本当にいいものなのかっていう疑問にぶつかるわけですよ。じゃあどうしたらいいんだろうっていうのはご自分の目で確かめてみてほしいんですけれども、問題はね、このゲームセーブレーダーがちょっと弱くって、よくバグってフリーズとかしちゃった時に、電源入り直すとレーダーが消えちゃうことが多いんですよ。で、結構後半まで進んで、その炎の杖を手に入れて、その秩序の神のところに持って帰ると殺されるんですけれども、よくそこでバグってね、データが吹っ飛ぶっていうのがあるので、ちょっとね、どうにかしてほしいなと思いました。もしね、プレイできる機会がある方は、ぜひ皆さんプレイなされてみてくださいね。それでは今日も一日ルールと行ってみましょう。自分のゴールにたくさん入れた方が勝ちになるんですけれども、相手のゴールの下を掘っちゃって、ぶつかっちゃった。相手のゴールの下を掘っちゃって、普通にゴールに入れなくしたりとか、相手のスタート地点の真下に穴を掘っちゃって、相手のレミングスがスタート地点から出てくる、と、そのまま落っこちて死ぬっていうような状況を作ったりとか、そういうね、友情破壊芸的な面白さがあったので、二人用もおすすめです。